エクステリア、完全にワーゲンバスを意識していますね。まあフォルクスワーゲンを意識したようなデザインは嫌いではないので良しとしています。両側パワースライドドアはペットを乗せるときに楽しそうでいいですね。自分的にはタントカスタムの方が好みですが、カミさんがこっちの方がいいと鶴の一声。色は白灰と灰黒で迷っていたようですが、現車を見て灰黒になりました。グレーベースのツートンだと落ち着いた感じになりますね。インテリア、白基調のインテリアは明るくて若い女性には好まれそうですね。うちは犬猫を乗せる時もあり、ボディカラーも黒にしたのでブラックインテリアを選択しました。後ろは乗ってないので分かりませんが、前席は思ったより乗り心地のいいシートでした。タントやウェイクのような上方向の開放感はありませんが、狭さは特に感じませんでした。エンジン性能、やっぱりターボが欲しかった。走行性能、3人乗車で試乗しました。ペイチでは NA でも十分に走ります。前に遅い車いた場合、追い越しをかけるときは厳しいかもしれません。特に上り坂の場合は結構ストレスです。車体の重さがもろに効いてきます。ただコーナリングでは意外とロールもうまく抑えられているようです。乗り心地、女性がターゲットですので当然足は柔らかめですね。アフターパーツ市場でバネが発売されるとしたら家は買うかもしれませんが、燃費、神さんが田舎の山道を通勤でぶっ飛んで走るのでカタログ機の半分くらいだと予想しています。価格、下取り車相場4万から5万くらいを8万で下取り、たもろもろのサービスはあり、値引き前総額185万くらいが170万から下取り込み162万、ナビは別購入約6万予定で本日契約、納期約1ヶ月半から2ヶ月、当初1ヶ月くらいで納車になるかもとのことでしたが、純正ナビ装着用アップグレードパックやパノラマモニターアップグレード付きにすると半月くらい伸びてしまうようです。総評、初めて軽自動車の新車を購入しましたが、今時の軽は高いですね。値引きがなきゃ30年前に86買った時と大して変わらないわら。カミさんの車が年末に車検、冬場に調子が悪かったことから急遽駆け足で購入となったが、新車発売数のこの時期にある程度納得の値引きも引き出せたと思います。が、私のロードスター RF 購入はしばしお預けとなりました。目新しいものはありませんが、軽自動車発の装備があったりもするので、これもありかなと思います。